今日はライブパフォーマンス、そしてファーストピッチセレモニー、 JO1 の皆さんがこの甲子園に駆けつけてくれました。ピッチャーは豆原一成さん、バッターは川西匠さん、ファンの方たちも野口さん結構盛り上がってましたんでね、すごかったですね、すごい歓声が今日は上がっていました。でゲームの方は大竹と遠藤両先発、野口さんともにいい出来、立ち上がりからね良かったですよね、はい、いいピッチングでした、はいはい、菊池ピッチャーライナーで、ツーアウトランナーなしから当たっている秋山もショートゴロに打ち取ります。で4回大竹ピンチを招きます。ワンアウトランナーなしから秋山ライトへツーベース、まあ、少し甘くなったボールではありましたが、ツーアウト三塁となって西川を迎える場面、野口さんこの場面ですが、はい、これね、はい、ちょっと甘く入りましたけどね、まあ、正面飛んでラッキーと言いますかね、うん、はい、まあ、大山選手もね、ちょっとバウンド難しいところをうまく体入れて止めたと思いますね、はい、まあ、その後も冷静でした、はい、で0対0が続いていって5回です。好投を続けていた遠藤、レフトへ補填ヒットツーベースになります。これがチームファーストヒット、5回でようやく出ました。で今日スタメン起用されました6番の井上、ノーアウト2塁からライトへヒット、井上自身ルーキーイヤー以来のヒットが出ます。1、3塁、5、6番がメイクチャンス、坂本これ犠牲フライなんですが、あ、その前にね、はい、セーフティースクイズを試みたという岡田監督の作戦になりました。はい、監督も言ってましたけどね、セーフティースクイズで1点取ったらまたちょっと攻撃の幅が広がっただけにね、はい、そっちの方が良かったかな、うん、ただ、まあ、なんとか1点を取ったと、はい、で6回、まあ、これはね、野間を牽制アウトにしたシーンなんですけれども、大山の送球それた中、木浪がナイスカバー、はい、ナイスカバーでしたね、本当にね、はい、6回遠藤から近本スリーベース、まあ、立ったままのスリーベース、悠々でした。いや、足速いっていいですね野口さんも2000年シーズン年間三塁打11本打ってパリーグ最多スリーベース記録を持っている方なんですけれども、ノイジーのタイムリー、これがね今日のキーポイントに野口さん挙げられていました、はい、修正能力、はい、ということですね。遠藤が交代、島内、まあ、これが佐藤に1本出ましたんで、うん、まあね、とりあえずはね、打点というところで片目が開きましたんで、はいはい、乗っててほしいですね。今シーズン佐藤輝明初タイムリーで3対0で7回ワンアウト1、3塁、デビッドソンのセカンドフライは中野のファインプレー、これはすごい、いやこれすごいですよ、ライトの井上選手も追いついてないだけにね、はい、取れてなかったなっていうことを考えてもね、本当スーパープレーです。 WBC の源田を放送させるザ・キャッチでした。ただ大竹自身悔やんでいたのがこの1球、うん、そうですね、投げ切れなかったっていうところですよね。上本のレフト前タイムリー、うん、これで大竹マウンドを降ります。まあ、僕としてはね、球種の選択も含めてちょっと考えてみてほしいなと思いますけどね、うん、はい、このピンチ場面引き継いだ経験豊富な岩佐、しっかりとサードゴロ、まあ、ボール先行だったんですけれども、はい、よく打ち取りました。いやこれはね、よく粘りました、はい、大竹の表情がもう感謝感謝といった表情を象徴していました。3対1となった中で7回追加点を取れました。ワンアウト二塁三塁から近本レフトセンター間、またスリーベース立ったまま、はい、ね、抜いてますからね、はい、これで2点加えます。で中野にもタイムリーが出ました、はい、まあ、昨日からねカープバッテリーよくインコース攻めてました、はい、今のはねインコースを攻めに行ったわけではないんですけど、結果インコースに来た球を捕まえたということで、うん、明日からちょっとインコース攻めにくいんじゃないですかね。ははは、じゃあ明日のリードっていうのもね、中野に対してちょっと注目かもしれません、はいはい、6対1となって最後はカイル・ケラー、9回にマウンド上がってデビッドソン空振り三振、ゲームを締めました。まあ、開幕3戦目以来6得点で勝利をして単独首位浮上のタイガースです。